特別対応に感謝の声滝沢秀明さんが立ち上げた新事務所とべの魅力。元ジャニーズ副社長であり、多くの人に愛される滝沢秀明さんが立ち上げた新事務所とべがファンクラブの入会費めぐる特別措置をすべて終えたことを発表しました。それにより、入会希望者が一時的に12時間待ちになるなどの混乱があったものの、ファンからは神対応。 と、称賛される素晴らしい対応が行われたことで、トベの魅力が一層高まりました。トベには元ジャニーズであり、実力派のアーティストたちが所属しています。元 V6 の三宅健さん、元キングプリンスへの平野志耀さんと神宮寺ゆ太さん、そして7人組グループ、イムップ、旧インパクトオーズが合流しています。この豪華なメンバーラインナップが、 ファンクラブ開設日に多くのファンが殺到する要因となりました。特に、平野志陽さんと神宮寺雄太さんの入会発表時には720分12時間待ちになるほどの大きな反応がありました。また、三宅健さんの誕生日である7月2日や七夕の7日、イムップの発表時にも入会手続きが完了しなかった希望者が相次ぎました。 その後、SNS などで残念がる投稿が相次いだことから、戸部はファンの期待に応えるため特別措置を決定しました。戸部の公式 HP では、三宅県平野市用、神宮自由タイムプオヒュー ECIO ユーウヒューウオングクーロンインお申し込みいただいた皆様、誘拐費に関する特別措置につきまして、 対象の皆様への対応をすべて終了いたしましたのでご報告させていただきます、との声明を発表しました。この特別措置に対し、ファンからは、なんて素晴らしい対応、ものすごい人数だったはずなのに、迅速かつ親切な素晴らしい対応に感謝します。すごい労力だったんだろうな、こんな会社マジでなかなかない、といった感激の声が続々と寄せられています。 飛べの特別な対応によってファンへの感謝の気持ちが伝わり、結果としてますます多くの人々が飛べに引き付けられることでしょう。滝沢秀明さんの熱意と人間性が染み出るこの特別措置はファンだけでなく音楽業界全体にも新たな風を吹き込んでいます。飛べはジャニーズ事務所を離れたアーティストたちにとって新たなスタートを切る場所となりました。 彼らはこれまでの経験と才能を活かし、さらなる飛躍を目指しています。ファンクラブの入会特典だけでなく、トベが提供する様々なエンターテインメントによって、彼らの魅力をさらに広めることが期待されています。また、トベはファンとのコミュニケーションにも力を入れており、公式 SNS を通じて、近況やイベント情報を発信しています。 ファンとの絆を大切にし、透明性のある運営を心がけることで、ファンからの信頼を築き上げています。滝沢秀明さんの、とべ、は、単なる芸能事務所ではなく、アーティストとファンが共に成長し、夢を追い求める場所としての存在感を高めています。これからも、彼らの音楽や演技を通じて、多くの人々の心に感動と喜びを届けることでしょう。 最後に、滝沢秀明さんが率いる新事務所、とべ、は、ファンとアーティストが一体となって作り上げる特別なコミュニティとして、ますます多くの人々を引きつけることが予想されます。彼らの才能と情熱を応援し、これからのさらなる飛躍を期待しています。